アップデート第5弾の新たな情報が公開されたので紹介していきます。内容はタイトルアップデート第5弾より新たな装飾品や百竜装飾品を複数追加します。装飾品の追加に関しては前回の情報でしたが、ここに来て百竜装飾品の追加が決定しました。現状どんな百竜装飾品が追加されるかは不明ですが、竜や雷属性の強化などが来ると面白そうです。さらに画像では新たな装飾品干渉時が追加。スキル内容は同行する仲間に攻撃を当てた際、または仲間からの攻撃が当たった際、それぞれのダメージリアクションを無効化する。フロンティアのスキル、いたわりの名称違いと思われます。この効果はハンマーのかち上げやガンランスの流撃砲、さらに拡散などの吹き飛ばしにも効果が適用されると思われます。ただし状態上中、気絶や睡眠、麻痺の時には効果はないと思われ、仲間を助けられないということはなさそうです。まとめると、ジャンテツ、あとおそらく関係ないですが、武器と防具がメルゼナイ式なので次の強化個体はメルゼナの可能性があるかもしれません。もしくは百竜装飾品がメルゼナに関するものかもしれませんね。今回公開された情報は以上になります。また新たな情報が出ましたらお伝えします。